こんにちは、静岡ナビチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は静岡市駿河区宮武に来ております。本日はこちらの倉庫を改装して作ったおしゃれなレストランでランチをいただいていきましょう。お店は住宅街にありますので分かりづらいかもしれません。駐車場はお店の前に10列で5台ほどですね。さあ、今回ご紹介するお店はこちら、おっさんキッチンになります。このお店の名前が素敵ですよね。以前は葵区高野町でおっさんをオープンして、2022年11月に移転オープンしました。なんと料理教室も行っているんですよ。楽しみですね。早速お邪魔していきましょう。店内は倉庫の感じを生かして、すごく落ち着いた空間に仕上がっていますよね。あのシェフの手さばきが見れるアイランドキッチンがなんともおしゃれじゃないですか。店内は広々で開放感があり、お客様を飽きさせない工夫を感じさせてくれますね。もともと倉庫だったので天井が高いのがいいんですよね。ではお料理の方注文していきましょう。さあ、本日はランチメニューの中からランチプレート、それとこちらおっさんカレーですね。デザートはガトーショコラとクリームブリュレをいただきましょう。料理教室さながらのこの距離感がいいですよね。作っている最中も気さくに話をしてくださるので、料理を待っている時間も楽しいんです。さあ、来ましたよ。こちら見てください。ランチプレート1350円になります。この彩りとボリューム感いいですよね。さあ、ではいただきましょう。まずは季節のスープ、こちらはトマトスープになりますね。さっぱりとした味わいですが、トマトの風味が食欲を引き立てます。続いてこちらは牛 100% のおっさん特製ハンバーグですね。さすが牛 100% なので、肉肉しい感じでハンバーグを食べているけど、しっかりとお肉をいただいているという満足感がありますね。こちら雑穀米なんですけれども、またハンバーグとの相性が抜群でした。こちらはもち米と豆のサラダです。レモンとオリーブオイルの風味がすごくいいんです。キッシュはじゃがいもとほうれん草入りでふっくらと仕上がっています。紫キャベツのマリネはパリッと塩が効いていてすごく美味しいんです。生ハムのパイ包みはパリッとしていてタイムの香りがいいんです。続いてはこちらになります。おっさんカレー1250円になります。香りがいいですよね。じっくりと煮込まれてるカレーですよ。
雑穀米との相性も抜群ですね。クローブやターメリック、オリジナルスパイスで野菜と牛すじをじっくり煮込んだオリジナルカレーですね。いやー、美味しいです。このおっさんカレーはかなりおすすめしますね。もうおかわりしたくなるくらい美味しかったです。さあ、続きましてこちらがデザートになります。ガトーショコラミントクリーム添え、500円になります。この生チョコのようなしっとり感が何とも言えないですよね。甘すぎずしつこくない食感がいいです。さらにミントクリームをつけるとあっさり爽やかな感じになるので、ガトーショコラはかなりおすすめですよ。さあ、こちらのデザートもまた美味しそうなんですよ。サクトロのクリームブリュレ、500円になります。この焦がし感がまたいいですよね。フランスのデザートのクリームブリュレ、この焦がしたカラメルがパリッパリでたまりませんね。サクトロ、まさにこれですね。この滑らかな口当たりはぜひ食べに来ていただきたいですね。もう食べ出したら止まりませんね。はい、今回の動画以上になります。いかがだったでしょうか。今日ご紹介したお店はおっさんキッチンになります。皆さんぜひ駿河区宮武にお越しの際は寄ってみてはいかがでしょうか。すごくいいお店でした。この動画が良かったと思った方はグッドボタン、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。コメント欄にコメントをいただければ嬉しいです。ぜひよろしくお願いいたします。これからも静岡をどんどんご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録をして待っていてください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。